ポール・グレイ・ホフマンポール・グレイホフマンはアメリカ合衆国の実業家、官僚である。自動車製造企業、ステュード・ベーカーの社長として、またマーシャルプランの推進者の一人として活躍した。1891年、シカゴ市で出生。シカゴ大学に1年間学んだ後、1911年にステュード・ベーカーに入社し、セールスマンとして勤務した。1935年に、 同社の社長となった。1942年、ニューヨーク市に新設されたシンクタンク経済開発委員会の初代議長に就任した。1948年6月5日、マーシャル国務長官は第二次世界大戦で被災した欧州に復興援助を供与する用意があると表明した。この欧州復興計画の発表に伴い、 トルーマン大統領は3つの諮問委員会を設置したが、このうちハリマン商務長官を長とする委員会の委員に就任した。翌1948年4月、援助が実施段階に入ると実施機関である経済協力局の初代長官に就任した。在任中の1949年10月31日の欧州経済協力機構理事会の席上、ホフマンは 欧州に単一市場を創設する構想を表明した。この発言は1950年の欧州、決裁同盟創設を促し、欧州共同体や欧州連合など、欧州統合への動きを考察する上で、一つの活気と目されている。1950年、健康問題を理由にエッサ長官職を辞した。翌1951年、 報道ード財団の理事長に就任したが、1953年に、ステュードベーカー会長として社業に復帰した。1954年、ステュードベーカーがパッカードと合併して、ステュードベーカーパッカードとなったことに伴い、同社の会長となった。1958年に、国際連合特別基金の1966年には、その後ろ身である、 国連開発計画の事務局長に就任した、エンサイクロペディアブリタニカ社及びエンサイクロペディアブリタニカエデュケーショナル社の取締役も務めた、1974年ニューヨーク市で死去、83歳、ありがとうございます。